賃貸マンション大阪オーナープレゼンツ。このチャンネルでは大阪の新築賃貸マンションのご紹介をしていきます。その物件のポイント、立地環境など様々な切り口から魅力を解いていきたいと思います。レポーターの松浦です。レポーターの北野です。よろしくお願いします。今日はレジオ江坂サウスに行ってみます。ショー。はい、江坂にやってまいりました。ここは地下鉄御堂筋線江坂駅の6号出口にあります。では早速物件に向かっていきましょう。このローソンが見えたらもう物件までもうすぐです。ここには林道があります。じゃあ物件までもうすぐなんでもうすぐ頑張りましょう。ブレジオ江坂サウス到着しました。もうこの前来た時よりもだいぶ門とかもちょっと見えちゃってますね。完成してきてますね。今工事中になるので物件の全容はお見せできないんですが、こちら物件の完成予想図となりますので、どうぞ。ブレジオ江坂サウスはアジアンスタイルです。明るく柔らかな色味を基調とし、上から下まで左右対称な外観は洗礼されたアジアンリゾートを彷彿とさせる建物前となっています。石積み風の1階周りは珊瑚石をモチーフとしており、自然な風合いと独特な質感が重厚な存在感の中にどこか軽やかさも感じさせます。エキゾチックな色彩と額にデザインされた貫禄のある大きな門の内側にはアプローチを介して中央に佇むストーンカービングがひときわ目を引く緑あふれるエントランスへと続きます。まだエントランスと廊下はお見せできませんが、早速お部屋の中紹介していきます。まずこちらエントランスには大きなシューズボックスがあります。開けてみましょう。おーいおーいおーい、あ、今日はこっちにへこみがあったので入っていきました。じゃあここからちょっと僕が紹介していきます。まず入って右側の扉を開けると洗濯機置き場になってます。で、次左側のドアを開けるとこちら洗面台とお風呂場になってますね。ちょっとこちらのお風呂場なんですが、いつも通りの浴室乾燥がついてます。雨の日も洗濯バッチリですね。で、お風呂なんですが、こちらの物件はなんとテレビついてます。竣工物件なのでもしかしたらつかないかもしれないんですけど、あ、まだつかないですね。お風呂のサイズは、ここはちょっと足を伸ばすには狭いかもしれませんが、お一人だと十分かなと思います。で、最後の右側の扉を開けるとここはトイレになってます。トイレはウォシュレットついてます。じゃあ次居室空間入ります。まずこちら、今までのプレジオシリーズとは性能がちょっと変わっていて、最新版のものをセットしてあります。次、壁のアクセントクロスなんですけれども、こちら白フロアなのでこの色調になっています。次はこの扉開けてみましょう。はい、洋室になります。洋室もリビングルームと同じように壁がアクセントクロスになってます。で、天井の方もかなり高いですね。僕身長170なんですけど、全然ジャンプしても届かないです。おそらくもう軽々2メーターは超えてるかなと思います。で、壁一面に大きな大きなクローゼットがあります。扉は可動式になっているので、好きなところに動かしてもらって自由に物を取り出すことができると思います。じゃ
キッチンを見ていきましょう。キッチンは2口コンロ、まな板のスペースもしっかりあります。収納も上下しっかり標準装備になっております。こちらのおしゃれなライトもプレジオエサカサウス標準装備となっております。はい、今ご紹介させていただいたのは D タイプ 1DK のお部屋になりました。次は A タイプの 1LDK のお部屋に行きたいと思います。行きましょう。行きましょう。はい、次はプレジオエサカサウス A タイプ 1LDK のお部屋にやってきました。早速入っていきましょう。玄関入って左手には全身鏡と右手にはシューズボックスがあります。そして手洗いと A タイプの部屋はこちらが洋室になっております。洋室は 4.5 畳でクローゼットもしっかりあります。次はキッチン2口コンロとお風呂ですね。3面鏡付きのクローゼットとお風呂になってます。はい、では次はリビング紹介していきます。まずこちらのアクセントタイル LDK の部屋がついています。ツルツルです。そしてこちらのシーリングファン、最上階の部屋にはシーリングライトだけではなくシーリングファンまで標準装備されています。はい、ではこちらのマンションなんですが、一般的なマンションとは違って梁が外に出ているのでここに柱がないような状態になっています。なので全ての四隅が直角になってて、お部屋を大きく使っていただくことができます。はい、ではプレジオエサカサウス 1LDK の A タイプ、 1DK の B タイプご紹介させていただきました。松浦さん、どうでしたか？どちらの部屋が好みとかあります？私はやっぱ広いお部屋が好きなので A タイプの 1LDK が好きですかね。色はどっちの方が好きですか？白と茶色2つ見ましたけど、アジアの雰囲気は茶色かな。茶色が好きですね。松村さんは茶色の 1LDK ということで、はい、では物件概要のおさらいです。気になった方はぜひお問い合わせお待ちしております。この動画がいいねと思っていただいた方は高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。